はい、どもれです。今回ですね、こちらの海賊王の奇跡 VS エースのレベル60から80の編成ご紹介していきましょう。編成こんな形になってまして、フレンド船長ジンベイで、船長ハンコックって感じですね。で、船員には、ローであったり、ミホーク、アーロン、ブルックという形の編成になってますね。まあ、そうですね。一応必須といえば、ミホークとか、アーロンとか、ここら辺が一応必須っていうのと、フレンド船長ジンベイじゃないといけないっていうところぐらいですかね。他のキャラは正直、何度でも代用できるかなっていう形なので。その使っている場面でのギミック剥がしのキャラを入れておけば、とりあえずは大丈夫かなと思いますので、そこ以外は特にはっていう形で、やっていきましょう。ということで、やっていくんですけど、まず第1バトルに関しましては、ブルック、とりあえず使っちゃっていいので、ブルックで、倒しちゃいましょう。道中飛ばしという形ですね。で、第2バトルは、ちょっとしょうがないので、これはタップで削っていってください。こんな感じですね。これでちょっと削っていきましょう。ちょっとめんどくさいんですけど。で、第3バトルなんですけど、ここではダメージ軽減と必殺技封じって感じですかね。必殺封じはジンベイの船長効果で解除されてますので、問題ないですよっていう感じですね。で、ダメージ軽減があるので、ダメージ軽減はこちらのジンベイの必殺技を使っていただければ、解除可能ですので、これで解除していくと。で、あとはタップでまた削っていくっていう感じですかね。火力的には全然問題なくいけると思いますので、こんな形で削っていってみてください。で、一応ブルックに、サポートつけていると思うんですけど、ルフィね。つけてなくてもいいですし、つけていた方が火力が出やすいですよっていう形なので、ルフィに関してはね、どんなルフィでもいいので、最初にゲットしたルフィとかでもいいですし、どんなルフィでもいいよっていうところで、一応つけてますので、いなくても多分大丈夫だとは思います。で、ここでは、一体効果が、来るのと、ダメージ軽減って感じですかね。なんで横のやつらが、とりあえず邪魔ですよということなので、こちらの2方向をとりあえず使っていただきまして、ダメージ軽減を剥がしていきますよと。で、邪魔な横のキャラたちをこちらのアーロンで倒していきますという感じですね。で、あとはちょっとした、火力を出すために、タップで削っていくっていう感じですかね。ここ同時飛ばしてきたら一番良かったんですけど、ちょっと火力的に足りないので、こんな形であとはタップしていただくっていう感じですね。で、続きましてボス戦なんですけど、ここではそうですね。スロットがニックスロットに変換されるのと、ダメージ軽減と一定以上ダメージ軽減が付与されているっていう感じですかね。まずですね、こちらの、ハンコックの必殺技使っちゃいますかね。使って、次に超過を使って、心属性の火力を上げてくれるので、攻撃上昇を上げていく。で、こちらの、ローを使っていただきまして、スロット影響と、初期値上げさせていきます。なんで、正直、ここもね、そんな、ローじゃなくても問題ないというところで、とりあえず火力上げれるキャラであれば、誰でも OK って感じですね。で、あとは、こちらのジンベイの超過使いまして、チェーンケースの増加量を上げつつ、必殺短縮させて、で、先に必殺使うことで、多分これステータス的に、確か、違うの？これよくわかんないんだよな。必殺に1ミニか、1ミニかかっていないといけないのか。そっかそっか、そういうことか。相手にかかっているじゃなくて、1ミニかかっているか。なるほどね。そういうことね。OKOKOK。じゃあとりあえずこちらのブルック使っていただいて、火ダメージ上昇上げてって感じですかね。で、まだ大丈夫だと思いますので、このままタップで削っていきましょう。いきます。火力も十分出るとは思いますので、こんな形でやってみてください。で、最後8万ダメージくるんですけど、軽減がかかっているので耐えてくれますよという形になってますので、こんな形でやっていただければ、とりあえずは大丈夫かなと思いますので、周回してみてください。ポイントって言いますかね、お宝の獲得量もかなりあると思いますので、
個人的にはこの60から80の間では結構おすすめかなと思ってますので、ぜひとも試してみてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。